充電がないですって今言われちゃった。テヘペロ。今度土下座チケ取れます。土下座してくれるの？じゃそれをメイは笑って見ててあげるよ。はっはっはーって。サイコミがあるな。それは何時ぐらいに東京着きますかね。内緒ですけども、まあ無事に帰れたらいいなって思います。それは最高。無事に帰れたらいいね。ちゃんと今回の名古屋遠征すごく楽しかったです。ちょっと遠征中1日2回配信ができなくて、明日もちょっとわかんないんですけど、明後日からは本格的にまた再開するのでよろしくお願いしまーちょ。なんかもうね、寝ることに必死だった。この間島田と土下座チキ、島田元気かな。唯一島田とだけ連絡取ってます。最組のメンバーで島田から連絡が来たから返しててやりとりちょっとしてるよぐらい。タジタジオヤッホーこんばんざい。ミントンちゃんこんばんざいです。こんばんざい。仲良しだよ。同い年だからね、気心知れてるの。ビー玉さんこんばんざい。こんばんざい、ありがとうございます。え、あ、ミンミンダハがまずい。なるほど。でもそれは美味しいと思って作ってないですよ絶対。美味しさを求めてないですもん。そうそうそう、皆さん運転手さんが寝ないように。いいところで無音。嘘、無音だった。楽しかったよ、ありがとう。こちらこそ。明日はタワーレコード新宿店さん7階でリリースイベントあります。3月の24日にバンザイジャパンセカンドメジャーリリースシングルジャンピンナップジャパン、そしてお祭り騒ぎの両 A 面シングルを発売させていただくんですけども、こちらなんと今ね無料でライブが見れちゃうリリースイベントというものを、関東を中心にいろんな各地でやらせていただいてます。明日は21時からタワーレコード新宿店さん7階で行わせていただきますので、もしよかったらぜひ来てください。2年前の今頃めいちゃんが謝ってるチェキ取ってんだよな。何とは言わない。なんだろうな、気にしないことにしとこうかな。運転は栗田さん。そう、栗田さんですよ。頑張ってる。いやほんと眠いとね大変だからね、運転手さん大変だよね。感謝して帰りたいと思います。目がキラキラドラップでドキドキ。そう、近くないとね。頑張れーですって。あ、車ですか。気づいてるかな。缶とかじゃないですか多分。結構でかい。なんだろう。あ、でもよかったですね、パンクとかしなくて。え、してたらやばくない？してたらもう今から止まってあれですよ、連絡しなきゃいけない。でもドラレコあるからまあ大丈夫だと思う。はい、損害はない。でもそれはドラロコ、ドラレコでなんとかならないかな。じゃん、ラブミュージックでパラパラ全員出てる。嘘でしょ。もうねテレビ見れてないの最近やばい。名古屋お疲れ様でした。こんばんざい、こんばんざい。明日から渋谷勤務じゃなくなるからリリベとかライブ気軽に行けんくなるので悲しいよ僕は。そうなの、トルルに会いたい。ジャフ呼ばなきゃね。栗田さん運転頑張れってコメントが。頑張ってください。おつめいちゃんありがとう、お仕事頑張ってね。そうだからリリースイベントぜひぜひ、ライブ無料で見れちゃうからね。 CD ももし買ったら買ってもらいたいし、まあ、まだメイラもねジャケ写とかも全然知らないんだけど、ジャケとかどういう感じになってるのか。でも絶対いいものになってるからゲットしてほしいです。みんなからしたらちょっとうわってなっちゃうかもしれないけど楽しみにしてほしい。ハロプロ大好きです。ハロオタですよ、めちゃめちゃな。どちゃくそにハロオタ、推しメンいっぱいいる。さっき浮気すんなとか言ってたけど、私が全力の DD なんですよね。各グループに推しがいるぐらい DD です。
お話ししたい。ぜひお話ししに来てほしいな。推しめいっぱいよ。推しがいっぱいねんのよ。何よだって、何よだって。DD は悪よ。違う、誰でも大好きなんじゃない。もう、誰でも大好きなんじゃないんだよ、DD は。知ってる？誰でもじゃないもん。ちゃんと選んでる。各グループにそれぞれ推しちゃんいるよね。ねえ。メイちゃん仲間だね、DD。DD ハーレム。もう各グループの推しメン集めてチェキ取りたいもん。できないけど。大体大好き。大好き。そう。大体とじゃない、もう。ありがとうございます。大好きすぎて大好きなんだよ、もうこれは、DD は。わかる？もうね、もう大好きすぎて大好きなの。尊い。ほんと、生きてるだけで素晴らしい。もう息してたりとか、多分なんかね、ライブの写真とか見るとさ、推しをさ、推しのライブの写真とか見ると、あ、もう本当に存在してんだとなるし、まずこう、肉体とかが出来上がってる時点で、もうわかる？生きてて、体を形成されてるだけでもう、尊いの、まず。やばーと思って。優しすぎて一人だけを選べないだけよ。じゃあ愛の許容量が多いから、いろんな子を愛すことができるの。ただのオタクで草。ちょっと待って、誰でもじゃない。そう、各ポイントがある。ちゃんと好きよ。それぞれちゃんと理由もあるし。ただのオタクよ。結構わかる。話してる内容がオタクすぎる。マジオタクだよ。ほんと助けてほしい。推しメン増えたし、つら。推しが増えたし、なんかすごい、なんだろう、なんか最近さ、韓流のなんかね、韓国のグループというか、なんだろう、韓国系のグループさんも気になってるし、まあ、多分そこは好きになることはないと思うんだけど、人としなんか推しとかじゃなくて、なんか韓国のアイドルはマジパフォーマンスレベルがえぐい。揃い方とか多分日本のアイドルよりも土着層に厳しいんだろうなみたいなのがすごいわかる。ストイックさのある揃ってるダンスだったりとか、難易度の高いパフォーマンスだから、なんかそういうのを見るのが最近は好き。でもなんか推しが増えたんです、一人。そしたらね、なんか推しになりそうだった彦が、あのオーディション落ちちゃって、で、でもごめんねみたいな、グループに入れさせてあげられなくてごめんねってずっと思ってたの。そしたらなんかこの間なんかよくわかんない投稿をインスタグラムにしてて、なんかグループやるみたいな、需要と供給のバランスがすごい。ほんとやばい、これはやばい。ほんとにお金がなくなる、マジで。ほんとにどれだけのあれをしなきゃいけないのかみたいな。ほんとにやばい。 K-POP まで行ったらほんと収集つかなくなっちゃうから。いや、マジ内容オタクですよね、マジ。わかりすぎる。いや、でも本当に、でもしかも、あの、ハロプロの推しメンの子が写真集出すんですよ。何冊買ったらいいのって思って。でも初めての写真集だから、やっぱり、あの、ちゃんと買ってあげたいし、記録とか、いうかなんだろう、需要がちゃんとあるんだよっていうのも、あの、当人に対してさ、私なんてその子からすればちっぽけなオタクなんですけど、でもあなたを必要としてるオタクはちゃんといるんだよっていう存在証明になる。つまりこれは買わなければいけないんですよ。いや本当にね、やばい。パフォーマンスレベルが本当にやぐいですよ、やばい。今度お話しに行きます。ぜひ待ってます。マニブックスサイン付きで、いやほんとサイン付きとか、でもサインとかもつけられたらもう見れないんだけど、匂い嗅いじゃう。指名特典で写真集配布、やばいやばい。もうそんなにお金ないよ、マジ。踊りのエロ具合、何それ、セクシーさってこと。とりあえず見る飾る保存で3冊購入。いやマジそうだよね。しかも待望のとか言われてて、マジ待望なんだけどって思って、なんか全然匂い嗅いじゃうよ、絶対。絶対匂い嗅いじゃう。だって絶対いい匂いじゃん。だってその少しでも触ったという、わかる、このなんて言うんだろう、尊み。待って、メイ最悪なことをしたかもしれん。ああ
やでももういいのか。30、あ、もう2日だもんね。もうじゃあダメだわ、これは。コンタクト捨てよう。メイちゃんの得点もらったとき、メイの匂いするよって言わなかったから嗅がなかったの。言うからかに。あはは、メイの匂いする。そう、たまに香水振りかけたりしてるからね。あんまやんないけど。香水つけたりとかしたりしてるし、たまにだけどね。じゃがちゃん、じゃがちゃん。まあ、みんなにねまた会えるのが明日から東京でライブなんで、2月は明日が最初なんで、会いに来てくれたら嬉しいなの気持ちです。待ってるよ。待ってます、本当にすごく待ってる。いやもうみんなに早く会いたいんだけどね。次のインターでアイスを買うか本当に悩む。週末の花劇場までお預け。また会えるの楽しみにしてるね、ジャガちゃん。ジャガちゃん。カッチャガチャンです。明日って大遠征組いないよ。本人の好きな香水の匂いやるでござるな。そう。名古屋来てくれたから今度は会いに行かねばね。待ってるよ。あられちゃん、じゃってしようね。明日は国内組だけです。不倫はこっそりしようね。我慢したらストレスで太るからアイス食べた方が痩せる。あ、それはそう。てかアイスは冷たいから0キロカロリーなんだよ。なんとチャンスだよ、待ってるね。二押しにしてください。じゃあもうここまで来たらね、二押しだからつって。ああ関東も行かないと、岡山から。待ってるよ、宮っち。待ってる待ってる。みんなすやすやピーになりますね、これ多分。あんまり喋ってるとうるさいって言われちゃうから。寝る、ね、睡眠の妨げになってしまう。ウィン。みんなももう寝るの？お疲れモード。いや、それそんなにお疲れじゃないから元気なんだけどね。まあ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 、洗濯機回します、この時間から。やばい、強い、お強いな。でもね、限りなく一押しに近いですわよ。本当に期待してますね。メイのこと好きになってほしい、本当に。みんなに、世界中の人がメイのこと好きになったらいいのにとか思っちゃうもん。土着層に独占欲、いつもこの時間覚醒してる。まあそうだね、なんか最近はよく寝てるんだけど、いっぱい眠いことが多いから、寝ることも多いけど、朝方まで起きることが多いから。ゲレンデの気候騎士さん、こんばんだい、こんばんだい。名古屋遠征お疲れ様、気をつけて帰宅してください。ありがとうございます。気をつけるのは私ではないんですが、応援します。私も運転頑張れって、ありがとう運転ありがとうっつって。でもさっきカフェインの入った飲み物をプレゼントしたんで、ちょっとは頑張ってもらえそう。好きじゃん、好きだよ、好きなんだよみんなのこと、思ってる以上に。推しに数字つけなかったせいで不倫っていう行動が発生してるから、こう反省してんの。不倫だ不倫、愛人にしてください。嘘です。愛人というのは愛する人にしてほしいってことですよ。白鶴さん、こんばんざい。コマから、わあコマ会いたいよ、コマちゃん。なんかタイのコマちゃんマジ可愛くて、ちょっとなんか嫉妬、会いたい。タイのコマちゃんが本当に土着そに、なんだろう、ツボ、髪型とか可愛かった。めいちゃんは果てしなく好きです。果てしないだ。じゃがちゃん、次は土下座チェキかな。土下座チェキか、やばい。逆にね、怒られてるのもいいよね。ふみに怒ってもらったらいいよ。愛人結婚じゃん、結婚だわ。もうみんなと結婚できるなら結婚してるよ。ただ私に結婚願望がないのが一番の問題。メンバー配信他終わってる、終わってる。いっちゃんやってるよ多分。
まちゃん褒めてくれてありがとう。そうお顔好きなんだよね。遠征お疲れ様、少しは車の中で寝てね。ありがとう、ちゃんと寝ますよ。見継ぎそう、見継ぎそう安原も見継ぐタイプだからな。名古屋お疲れ様、ありがとう。もしかしてだけどお前何のワンちゃんだよワン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 、よく酔わないで耐えてるやん。そう、あの見ないようにしてる映像、あの流れてる映像とかを自分の顔だけを見とけばあんまり酔わない。あと光を強めにしてるからあくびが出る本当に刺激が強い。今日顔面の調子良くない？結構どう思う？横が空いてません。横目もあれなの、あのないの椅子、お隣はもういるから。綺麗だよ本当。チークピンクにしたの見て、どうですか？いや。